いつも僕の YouTube チャンネルを見てくださってる皆さん、こんにちは、ダイトです。かれこれ日本に帰国して1ヶ月以上が経つんですけども、帰国した理由に関しては怪我して帰ってきたっていうのが大きな原因です。で、一応以前ドイツに、ルクセンブルクにいるときは、あっちの医者からはもう手術しかないって言われてて、日本に帰って医者を紹介してもらって、今行ってる病院の先生とちょっと話しながら進めてたんですけど、保存治療でも行ける可能性があるっていうので少し進めてたんですけど、やはり、よくはなんなかったので、そういうのも話した結果、今5月22日の土曜日なんですけど、11時なんで、ほぼ5月23日の日曜日なんですけど、5月24日の月曜日に手術することになりました。で、5月24日の、日曜日に、月曜日に手術で、日曜日に、前日入院で全泊して、月曜日に手術して、で月火水じゃ水曜日に2日間入院して、水曜日退院予定です。手術に関してはそんなに難しい手術ではないので、失敗とかそういうのはないかと思います。で、僕の、病名は、前の動画とかにも出してるんですけど、ジャンパー膝膝蓋靭帯っていう、膝のこの部分ですね。で、一応診断されたのは、昔自分をスグッドで、その時から、骨がずれちゃってるんですよね。ずれて、この骨が、ずれた骨がなんかいたずらして、この膝と、膝のお皿とこの骨の間にある腱筋の部分が、こう骨がぐりぐり動いちゃって、でこの筋の部分が炎症しちゃってるっていう風に診断されました。で、手術は、ここの骨を取り除くっていう、簡単な手術らしいんで、成功を祈るというか、成功するのは当たり前という感覚でなんですけどね、俺はちょっとわかんないですけど、手術するってあんまり、少数の人にしか言ってないんですけど、この動画を見て知ってくれる人は多いかと思うんですけど、あんまり手術に対して不安とか、そういうのないです、正直。手術して良くなってサッカーをもう一回できるっていう、すごいポジティブなんですけど、そんな感じでちょっと頑張りたいと思います。以上、以上、簡単な報告でした。今入院する前に鼻の PCR やって、くしゃみやばい、おやさん追従してっていう感じで、15分後ぐらいに結果が出るんで、ちょっと待っていきたいと思います。一応一通りの
説明とかを受けまして、今13時27分なんですけど、まあフリータイムですね。明日手術昼頃なんですけど、まあそれまでいろいろやることないっつったらないですけど、一応部屋の人と少しちょっと話して、自分の部屋4人部屋なんですけど、3人いて、でみんなサッカーやってるらしくて、で僕以外の2人は前十字切っちゃったらしくて、すごい重い怪我を抱えて、まあ、いろんな思いがあると思いますけど、そうですね、まあ他の人というか、とりあえず自分の怪我を第一に考えて早く復帰できるように頑張りたいと思います。以上。そんな感じで。